こんにちは、ひろひろです。今日は立体マスクを作ってみました。簡単にできるように工夫して作り方を考えてみたので、よかったら作ってみてください。今回作ったマスクはガーゼ生地が手に入らなかったので、内生地には柔らかい普通生地を使ってみました。子供用のマスクは裏と表両方とも柔らかい普通生地を使って作ってみました。型紙はツイッターにアップしているので、画像を保存して A4 用紙にプリントアウトしてください。用意する材料は柔らかい生地とマスクのゴムか平ゴムを準備してください。型紙をカットしていきます。子供用は大きいサイズと小さいサイズ2種類の型紙を用意したので、低学年の方は小さいサイズ、高学年の方は大きいサイズで作ってみてください。生地をカットしていきます。生地は4枚重ねてカットしていきます。こちらの生地は裏表が分かりにくいのですが、中表にして生地を畳んでいきます。畳んだ生地に型紙を置いて、今回はマスクを2枚同時に作っていきます。チョコペンで周りをなぞってカットしていきます。4枚同時にカットした生地を2枚ずつ中表に重ねていきます。重ねたら端を1箇所縫っていきます。生地に裏表がある場合は必ず中表に生地を重ねて縫っていってください。はい、今端を1箇所ずつ縫ってきました。この生地を開いて中表に合わせていきます。生地と生地を中表に合わせて縫い目の部分を合わせてください。縫い代を開くか、生地を片方ずつに倒して厚みを分散させてください。生地を倒したら洗濯バサミで留めておきます。反対側も同じように洗濯バサミで留めていきます。縫い目を合わせて縫い代を片方ずつに倒して洗濯バサミで留めておきます。縫い目を合わせて中表に重ねたら、返し口を開けてぐるっと一周縫っていきます。返し口は5センチぐらい開けてください。その他の生地も重ねて縫っていきます。中表に合わせて、縫い目のところを合わせて、縫い代をそれぞれ倒して、洗濯バサミで挟んで縫っていきます。返し口を5センチくらい開けて縫っていきます。生地を揃えながら縫っていきます。片方縫ったら途中で止めて、ミシンを途中で止めて、縫い代のところを合わせて、洗濯バサミで止めて縫っていきます。はい、今返し口を開けてぐるっと一周縫ってきました。返し口からひっくり返していきます。角が出にくい場合は割り箸を使って内側から生
生地を押して角を出しておきます。その他の生地もひっくり返していきます。生地をひっくり返したら返し口を閉じていきます。返し口を少し内側に折り込んで洗濯バサミで留めておきます。この時内側から表生地が少し見えるように閉じておきます。返し口を閉じたら上と下2箇所縫っていきます。他のマスクの返し口も閉じていきます。返し口を閉じたら生地が重なっている部分を縫い目の部分を開いてしっかりと生地を割って折り目をつけて洗濯バサミで留めておきます。反対側も同じように生地を開いて割って折り目をつけて洗濯バサミを挟んでおきます。上と下2箇所縫っていきます。裏表があるマスクの場合は表の生地が裏側から 1-2mm ほど見えるように縫っていきます。内側から表生地が少し見えるように縫っています。他のマスクも上下を2箇所縫ってきました。次に生地の両側を畳んでゴムを通す部分を作っていきます。 1.5 センチほど内側に折り込んで端を縫っていきます。ゴムを準備して通していきます。マスクゴムの場合は30センチ、平ゴムの場合は伸びが良くないので40センチほど準備してください。ちなみにマスクの両側を縫うときにゴムを折り込んで縫うと時短になります。ゴムを一緒に縫い込まないように注意して縫ってください。これでマスクの完成になります。マスクのゴムは長さを調節するために緩めに結んでおきます。手縫いでも簡単にできるので、よかったら作ってみてください。ガーゼ生地が手に入らなかったので、手拭いや柔らかいバンダナを使って作ってみました。バンダナや手拭いは洗うと縮んでしまうので、一度お洗濯をしてから作った方がいいと思います。